サンタさんの夢、トナカイさんの夢、トナカイさんの夢。その朝、トナカイさんは妙に胸騒ぎがしました。暑いとか寒いとか具合が悪いとかそんなことではなくて、胸のあたりがざわざわして落ち着かなかったのです。そういえば、いつも顔を出すサンタさんが今朝はまだ来ません。どうしたんだろう。トナカイさんはサンタさんの仕事部屋を覗いてみました。でもサンタさんの姿はありません。まだ寝ているのかな。寝室を覗いてみたけど、やっぱりいません。でも壁にはサンタさんの服もかかっているし。おかしいな。トイレにもキッチンにもいません。おかしい。絶対におかしい。トナカイさんは思いました。トナカイさんは神様のところへ行って聞いてみることにしました。すると神様は、さあどこへ行ったかな。でも子供たちがサンタさんを忘れない限りきっと戻ってきてくれるよ。と寂しそうに笑いました。それでもトナカイさんは心配でした。やっぱり僕が探しに行こう。町へ行くと、あたりはクリスマスセールで大にぎわい。ふと見ると、おもちゃ屋さんの前でサンタさんがベルを鳴らしながらお客さんを呼び込んでいます。なんだ、あんなところにいるじゃない。サンタさん！トナカイさんが大喜びで赤い鼻をすり寄せると、うわぁ、なんなんだこいつは！よく見ると、それはサンタさんの格好をした知らないおじさんでした。サンタさんを知りませんか？トナカイさんが聞くと、サンタさんだって？そんなもの、街中にいくらでもいるさ、と笑って言いました。そう言われて街を見渡すと、サンタさんの格好をした人があちこちに立っています。ほらほら、そんなところにいたら邪魔だよ。サンタさんの格好をしたピザ屋さんが、オートバイでトナカイさんの脇を走り抜けていきました。なんてこったい。トナカイさんは途方に暮れてしまいました。何をしているの？おもちゃ屋さんから出てきた男の子がトナカイさんに言いました。サンタさんを探しているんだ。トナカイさんが言うと、サンタさん、そんなのいるわけないじゃない。なんということでしょう。サンタさんを待っているはずの子供たちが、こんなことを言うなんて。大変だ。子供たちの心からサンタさんが消えていく。早くサンタさんを探さなくちゃ。トナカイさんは力いっぱい走り出しました。やがてトナカイさんは森に着きました。そこへ痩せっぽちのウサギがやってきました。サンタさんを見なかった？トナカイさんが聞くと、サンタさんはいなかったけど変なおじいさんに会ったよ。でも赤い服じゃなかったし、大きな袋も持っていなかったし、おまけにポケットは空っぽだった。そう言われてトナカイさんは、サンタさんの部屋の壁にかかっていた服を思い出しました。それだよ、サンタさんに違いない。だってサンタさんは赤い服を着ていかなかったんだもの。トナカイさんは元気を出して歩き始めました。広い海辺にトナカイさんはたどり着きました。でももうクタクタでした。サンタさんは子供たちや僕らのことを嫌いになってしまったのかしら。冷たい海風に運ばれた乾いた雪がトナカイさんの赤い鼻にそっと止まって消えていきました。そこへカモメが一羽飛んできて言いました。白いひげのおじいさんなら泣きながらベッドの船で北の方へ流されていったよ。大変だ！トナカイさんは海へ飛び込むとカモメの案内で北へ向かって泳ぎ始めました。けれど、泳いでも泳いでもサンタさんの姿は見えません。足もしびれてきました。トナカイさんは神様にお祈りしました。神様、サンタさんを助けて。僕や子供たちからサンタさんを奪わないでください。そうして、もうダメだと思った時、海の中から大きな白いクジラが現れました。クジラはトナカイさんを背中に乗せると北へ向かって一目散に泳ぎ始めました。ああ、神様、ありがとうございます。
やがて疲れたトナカイさんはクジラの背中でぐっすりと眠ってしまいました。おはよう。優しい声にトナカイさんは目を覚ましました。よく眠っていたね。朝ごはんだよ。そう言うとサンタさんは山盛りの餌をトナカイさんの前に置きました。さあクリスマスも近いからたくさん食べて元気をつけておいておくれ。いつもと変わらないサンタさんの優しい笑顔です。トナカイさんは嬉しくて赤い鼻を何度もサンタさんにこすりつけました。サンタさんの仕事部屋をそっと覗きながらトナカイさんは思いました。やっぱりあれは夢だったのかしら。でもトナカイさんは何も聞きませんでした。だって子供たちへのプレゼントを見るサンタさんの目は嬉しそうにキラキラ輝いていたんだもの。メリークリスマス。みんなの夢が叶いますように。